しばし楽器梅田店の石間と申します。ジャズギターのすすめ第3回は、世界最高峰のジャズギタールシアであるロバート・ベネデットのフラテロのご紹介させていただきます。ご存知の方はもうまさにベネデット、もうあれですね、ケニー・バレルであったりパット・マルティーノであったり、もう世界の名だたる有名ジャズミュージシャンがこぞっていいよと言っているジャズギターなんですけど、まあ本当に素晴らしい、お値段もなかなか素晴らしいことになって100万円しますけど、まあ、それに見合うだけのポテンシャルは十分にあるんではないでしょうか。やっぱりいいジャズギターは生鳴りがすごいいいですね。48回無金利をやってますので、一生に一本のジャズギター買おうかなと思ってる人はぜひこのメイプルがね、まあ、なかなか市場でも最近見なくなったのでぜひご検討お願いします。あとはジャズギターのすすめなので、どんなんで練習したらいいですかと言われたので、店頭にあるこういう教則本のご紹介します。これは布川俊樹先生のジャズギターの金字塔という本なんですけど、僕も昔最初の頃これで、僕がやってたのは VHS とかでしたけど、まあ、めちゃめちゃかっこいい布川さんのやつをコピーしました。まあ初心者の方から上級者ドナリーとかも入ってるので、ぜひこんなんで練習してもいいんじゃないでしょうか。ジャズギターのすすめ第3回はベネデットさんでした。第4回はもうちょっとこうお求めやすい価格のやついこうかなと思いますけど、とりあえずこれいいの入ってきたんでご紹介させてもらいました。ぜひまた見てください。よろしくお願いします。